コンビニシャローシ安さやかのウィークリーコンビニラジオ皆さんこんばんはウィークリーコンビニラジオがスタートいたしましたパーソナリティは私コンビニシャローシの安さやかです本日七十八回目の放送となります一時間どうぞお付き合いくださいさて二月に入りましたねあっという間にもう1月が終わってしまいました音速のように 日々が過ぎていきますね皆様いかがお過ごしでしょうか最近クラブハウスという音声版ツイッターと呼ばれるアプリケーションが話題になっていますが皆様はご存知でしょうか、まあ、コンビニラジオなんですけどいきなりクラブハウスの話から始まっていきます私もですね約5日前ぐらいかなにある便利さんの、まあ、昔からの 知り合いの方に招待ををしててもらってアプリをスタートさせました。で、今少しずつですね使ってみてるところで,でこうやって音声で情報を発信する人たちにとってはものすごく強力なツールになるなっていうことを実感しています。というのもこれってクラブハウスって今まだ なな関係性ですけどなんかもっともっと広がっていくとコミュニティ FM とか、まあ、コミュニティに限らず FM 局いわゆるラジオの存在意義っていうものが変わってくるんじゃないかなっていうことをですねある意味危機感感も含めて感じました今著名人の方がどんどんですねクラブハウスの中に番組 という名前で部屋を作ってでそこでで話をしてるんですよでそこにいわゆるリスナー参加者がいてで必要に応じてスピーカーとかモデレーターと呼ばれるその番組、まあ、ルームを取り仕切る人に昇格というか上げてもらってそれでそのルームを運営していくっていうそういう流れができてまして例えばテレビの アナウンサーの方とかテレビ局のアナウンサーの方が番組が終わった後のアフタートークとしてクラブハウスで今日の内容とか反省会っていうのをやってたりとかあとはあんまり今まで音声メディアに登場してこなかった著名人の皆さんが結構毎日そのルームを開いて話をしてる。それから一般のの方との コミュニケーションを結構強化しているっていう方がすんごく多いんですよ。これってすごいなと思って。で例えばツイッターとかインスタグラムとかフェイスブックとかあらゆる SNS のアプリケーションってありますけどだからクローズドなのにオープンな場というでしょうかねクラブハウスっていうのは。なので芸能人っていうと例えば。 それこそテレビの中とかあとラジオといったその一方的に彼らが情報を発信してでそれをまあリスナー視聴者が見ている聞いているという関係性だったものが急に双方向のコミュニケーションが気軽に取れるようになるっていうすごく革命的なことが起こってるんですよね。で 結構、ね、この時期にクラブハウス始める人っていわゆるアーリーアダプター的なまず乗ろうっていう人たちいち早く乗ろうっていう人たちがやっているかと思うんですけど日に日にどんどん利用者も増えているようです。紹、まあ、紹介が紹介がを生むっていうかそんんなな感じなんでしょう、ね、でなんか周りもみんな始めたしよくわかんないけど自分も始めてみようかなみたいな人もいればもうがっつりいきなり使ってですね ラジオのように番組と称してお部屋で話を展開するっていう人たちが一般の人たちも含めて増えてったりあとはなかなかねやっぱり自分の声を姿形は見えないけれども自分の声だけでコミュニケーションを取っていくっていうのがあんまり得意じゃないっていう方も中に入ってるみたいなんですけどそういう方が話ができるようにするための優しいお部屋があったりとかね <laughs> なんかいろんな気遣いなども見え隠れしていますね。いやすごい文化だなっていうことを、この1週間の中だけで、なんか革命的なことが起こったぞと思ったので、最初に話題として取り上げてみました。まあ、私もね。今日。あの友人と人事論もあるあるボリューム1っていうのをやってですね。 なんかすごく面白かったなっていうのもあるしあとは昨日ですね昨日も友人のなんか夫婦関係をもっともっとこう良くしていくみんなが幸せになっていくためのウェビナーっていうのを開催してる友人がいてでそこにゲストで出演させてもらったんですけど試しにまあ私のアカウントを使ってそれで実際にやってみた。 っていうクラブハウスのルームを作ってやってみたとでまあまあ一人がね淡々と喋ってるだけなのであんまり人来なかったんですけどそれでも何人かが覗きに来てくれてあこういう感じで必要に応じてつながっていくんだなっていうのが分かって面白かったですね。うんこれからもどんどん使ってみようかなと思ってます。まあこの番組は引き続き毎週金曜日のこの時間夜9時から1時間ですね放送していきますけど。 このコンビニラジオのなんかなんでしょうねアフタートーク的なところとかなんかちょっとしたコンビニ話とか結構コンビニ関係者の方も入ってるみたいなのでそういう方との話ができる場として何か使ってみようかなと思ってます。まあ、私自身がどちらかというと音声メディア向きの人間ということもありましてなんか文字で伝えるっていうのもいいんですけど こうやって自分の声でしかも対話をしながら場合によっては伝えていくっていうことをチャレンジできる環境としては申し分ないないいと思いましたなんか流行りスタリーがあって、まあ、多分今はすごく流行ってるからそのうち落ち着いてくるとは思うんですけどでもまだまだ多分増えそうですね利用者が。そうすると可能性に気づいた人たちがどんどん自分で番組を作っていって。 で定期的に配信というか、まあ、放送というか定期的にそのブルームを開いて、まあ、コミュニケーションをとっていくっていう人たちがきっと多くなってくると思いますのでまだまだ可能性十分にあるなって思っております。まあ皆さんの中で iPhone ユーザーの方限定のまだアプリケーションなんですけど気になる方がいらっしゃったら、まあ、お近くの方でやっている方と電話番号でつながるのでここは、ね、つながっていただいて。 でそこから招待をしてもらうっていうのでもいいですし確かなんかウェイティングリストっていうところにアプリケーションをダウンロードした後に登録をしておくとなんかその中で知り合いがいたら拾い上げてくれるというか招待をなんかしてくれるっていう機能もあるそうなのでぜひよかったら皆さん試してみてください私もそういう方法で何人かピックアップして招待をしたりしておりますはいということでこの番組ウィークリーコンビニラジオは コンビニ業界に関わる方それからコンビニ業界が大好きな方が聞いてあなるほど役に立つなと思っていただける情報をお届けする番組です皆様からのご意見ご感想ご要望をお待ちしております FM ギドワンのメールアドレスは 797-atfm ギドワン .com もしくは私のツイッターですねコンビニシャロ安さやかのツイッターを検索フォローいただきダイレクトメッセージを送っていただくか もしくは私の会社コンクリ株式会社のお問い合わせ欄からお問い合わせをいただけますと大変助かります、まあ、こちらもね一方的に私が情報をお届けしておりますけれども双方向で、まあ、クラブハウスもね有効に活用しながらリスナーの皆さんと一緒につながっていけたらいいなと思っておりますのでぜひぜひお待ちしておりますこの番組は「三方よしの未来で見える未来」店舗支援システム「キズナアルファでおなじみ 株式会社 CVS コンシェルの提供でお送りいたしますさて今日はゲストの方をお招きしております今回はですねコンビニの方ではありません私がいつもまあ毎週異業種交流団体見えないという交流団体に属してビジネスチャンスをお互いに提供し合っているというところがあるんですけどもまあそこで新たに仲間として加わってくださった方山口智子さん あれどっかで聞いたことあるぞっていうような名前ではあるんですけどそうですねあの女優さんと同じ名前の山口智子さんといいいいう方に対談をおお願いしててご登場いただいております、まあ、この後の CM の後にお届けしていきますがまあ素敵な方ですようん美しくってちょっとお姉さんそして声も素敵でいや私もですねああいう大人になりたいなって思って。 ししてままいました私は私で自分らしく生きていこうとは思いますけれども、まあ、今やっぱりお姉さんいいなみたいな <laughs> しんちゃんクレヨンしんちゃんみたいなはいすごいう感じでですねあのご登場いただいておりますでやっぱりコンビニのお店って何人かでね運営をしていきますよねでそういった中で例えば店長とかオーナーが 責任者としてでアルバイトのスタッフさんとか社員さんに対して指示をしていったり一緒にそのお店の運営をしていったりしますよね。っていった時にどどうううコミュニケーションを取るののかかかととかと伝えてていくくっすすごく重要なことだと思うんで,すで、まあ、今日はちょっとその話はあまり触れられませんでしたけれどもただただねなんかウォーク品出ししてきてとかレジ入ってとかじゃなくて。 なんかそれプラスもっともっとコミュニケーションとしてててかけられる言葉っっあるじゃないっていう例えばやってくれたらありがとうっていうのもそうだしなんか「ありがとう」だけだとやっぱりただの儀式的になりがちなのでなんかもっとこう,こうこうするとよかったねとかなんかやってみてどう思ったとかそういうコミュニケーションも織り交ぜながら大切なことを伝えていくっていうことが もうこれからとっても大事になっっててくると思うんですっていう中でやっぱり今、まあ、フリーアナウンサーの方なんですけどこう伝えるっていうことを仕事にされている方の協力も必要なんじゃないかなって思ってですね急遽お声かけさせていただいた次第です。まあ、ちなみに彼女が運営をしている番組これはポッドキャストの方なんですけどネットラジオのね 経営者の志っていう番組があるんですがそちらも私前編後編で出演させていただいてそちらは山口さんがパーソナリティとして私にインタビューをしてくださっておりますぜひそちらも併せてお聞きいただければ幸いですそれでは CM の後お届けをしてまいりますコンビニえっ ウィークリーリコンビニラジオあなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニア・チャーチです苦しんでいる人悩んでいる人一度訪れてみてください「9884782」沖縄ベタニア・チャーチ 字幕付きの映像で目に留まる浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんかお問い合わせは045-670-7640ぐすくまタウンビジョンまで。 ギノアンヒルズ通り救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい「ノのンの楽しみ方がきっと見つかるギノのンヒルズ通り四天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道ギノのンヒルズ通りに遊びに来てねあなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だかからしっりりやりたい 電話番号は安心・事前のご相談は葬儀社新華するならムービング・ムービング・ムービ県内・県外・お部屋の片付け荷物の預かり沖縄引っ越しセンター」「0120497755」

それでは今日もゲストをお迎えしておりますフリーアナウンサーの山口智子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますこんばんはこんばんはいやいきなり登場していただいてありがとうございますいこちらこそありがとうございますはいコンビニラジオということでコンビニラジオなんと プロのアナウンサーの方がやってきたということでですね。<laughs> いや大変恐縮ながら今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。で、この番組、コンビニラジオなんですけども、でもやっぱりコンビニの大事な情報を伝えていくときって、やっぱりその伝え方ってあるじゃないですか。例えば、オーナーさんとか、店長さんとかが、スタッフさんに大事なことを伝えるときに、うまく伝わらなくて、 なんかコミュニケーションのギャップが発生するみたいなこともよく私相談を受けるんですよね、はい、なので今日はちょっと山口さんにご出演を頂い,いているという流れなんですけども、えー、はい何かお役に立つことがあればあも,うもちろんでございますではまず山口さんの自己紹介からいきましょうかはい、はいえー、私はですねフリーアナウンサーをしておりますがもともと大学を卒業してラジオの世界に入りましたお で都内の,あのコミュニティ FM ですね地元密着型のラジオ局で、えー、アナウンサーだけではなくて番組制作とか営業とかもう丸ごとやらせていただいた、えー、すごい楽しかったんですが、はいはい、そのっ、えー、とに都内の TBS ラジオというこれは AM 局ですね、うん、に行きまして、えー、とそこでは、えー、ラジオカーを運転して現場に行ってアンテナ立てて電波飛ばしてそこから中継するというコーナーをやっていたりとか。あー はい、そういうい中継者見たことあるありそうなんですよ永六輔さんとかドクマムヒさんだゆうさんの番組の中のコーナーを担当させていただいてて、うん、なのでもう結構現場に行って取材するっていうことはもうずっとそのコミュニティ FM 時代からずっと長くやらせていただいているので、うん、へえすごい。 そうなんですあ,あと、ですね交通情報のキャスターもやっておりましたね、あの警視庁の山口さんって呼びかけられたら、はい、はい、山口です、ただいま首都高速5号線美女ビジ,ョジャンクションで5キロの上り渋滞ですみたいな、そういうのうのもそういったこともやったり、まあ、声を使う仕事ですよね。はい、はい、あれ、聞いてます、聞いてます、えもしかしたら私、自然に山口さんの声、聞いてるかもしれないですよねもしかしたら聞いてたかもしれないです、ね。お ってい,ういや今痺れちゃった。えー、いやいやいや,いやもう今 <laughs> すごい即興でやっちゃったんであれですと。いやいやいや、うん、即興にしたらレベルが高すぎて今どうしようかって私悩んでる。<laughs> この後大丈夫か番組持つのかみたいな <laughs> <夫>そんな感じなんですけど。 いやすごいありがとうございますそんな感じですずっとラジオの世界でで今はあのインターネットラジオですねポッドキャストの方で日本酒の番組「<お>酒蔵トーク酒魂」という番組をはじめとしましてこれ倉本さんへのインタビュー番組なんですが、はい、あといくつか番組のアシスタントをやらせていただいてすごいやっぱり音の世界ラジオの世界は好きだなって思いながら過ごしております、うん、うわあ素敵ありがとうございますそんな山口智子さんでございますいやー話すその 声の何ですか癒しボイスって言うんですか。えー なんか聞いてるだけで、心が現れていくの、はそんな感じなんですけど。ええー、ありがとうございます。はい、でも、どちらかというと、その現場の土壇場に強いみたいな。うん、リポーター的な感じのスタイルが、結構多かったってことなんですかね。そうですね多かったですね。私自身が、やっぱり人に話を聞いたり、現場に行くことが好きだったので。うん、うん、やっぱり合ってたんでしょうね。それが今にも生きていて、うん、ポッドキャストでも。現場にいて、取材して、話を聞くっていうスタイルが多いですね。うんうんうん、おお、すごいな、まあ、はい、実は山口さんが。 今運営をされているポッドキャスト、うん、経営者の志っていうポッドキャストがね、はい、あるんですよそこで私逆にゲストとして出させていただいたんですけどそうなんですよねいやヒアリング力半端ねえと思って <laughs> いや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 すごいですね本当に恐縮ですありがとうございますなんかそのアナウンサーのイメージって多分リスナーの方も同じ私と同じイメージだと思うんですけど原稿を読む、うん、ああ。 続いてのニュースですみたいな、はい、しかもどちらかというとあんまり感情を込めないで話をするっていうイメージがどうしてもあるんですよ、うん、バラエティーとかはちょっと別ですけど報道系だと割とそんな感じじゃないですか、うんですね、はい。でも山口さんの強みって、うん、まさにヒアリング、うん、ありがとうございますか伝えていくことももちろんなんだけども相手の魅力とか、うん、その志いわゆる考え方をうまーくこう引き出せる、うん、そこが強みだな って思ったんです。嬉しいです。もうまさにそれをやっていきたくて、うん、まあ、やっぱりですね。 本当に人間っていいなって思うんですけど <laughs> なんか人間っっていいななそそうこういうねやさみたいな経営者の方の思いとか魅力もそうだし、はい、まあ今やっているその酒蔵さん蔵元さんなんかはやっぱり一本のお酒を作るまでにたくさんの思い、うん、いろんな挫折も繰り返しながらやってる、うん、そのやっぱり思いとか、うん、でその方のなんか人柄とかを感じた時にも鳥肌が立つわけです私だからも。<ー>ね、なんか 好好ききなんでですよね結論好きとといいうこやっぱ好きがないとね続かないし、うん、応援しようっていう気持ちにもやっぱなかなかならないし今ねちょっと否定的な言葉使っちゃいましたけどやっぱ好きだからこそ続けられるしもっともっとその。うんその なんでしょうね発展させられるというかうそうかもしれないですね,ね楽しみですねそうですね楽しみですこれからはいそのポッドキャストのね話もちょっとしたいと思うんですけど酒、はい、酒魂え酒魂です私ね山口さんに出会う前にジャケットを初めてジャケットっていうかのアートワークっていうんですかね<ー>その番組のイメージの写真を見せてもらったんですよ、えー、プロデュースの方から、はい、何じゃこりゃと思って。<laughs> でですすよよねね、はい、それが、ねはい、初めましてだったんですよあのねすごいんですよね、はい、これあのジャケットは私 <laughs> まあ普通の人なんですけど普通の人 <laughs> そのジャケットはですねのあのお酒の妖精をイメージしてるんですけどっくりの着ぐるみを着てなかなかインパクトのあるアートワークを作りました。<laughs> どこで調達したんこれみたいなこれはですね、はい、私は最初はメルカリで買いましてメルカリ 2>, 2着目もこの前注文しましたあっベのところで,ではいやばい面白すぎる <laughs> 何回も着すぎて汚れてきたのを <laughs> 号第2号を購入しましたあ <laughs> まるであれですねあの船橋の,あの妖精の、はいはい、なんとかだしみたいな<あ> <laughs> 彼のような感じですね。汚れてきたらしいって言ってたなと思っていや言ってた言ってた言ってましたよねそんな感じです白いですもんねとっくりの形をイメージした着ぐるみですよねそうですそうですいやそれをね着た綺麗なお姉さんが映ったジャケットなんですよアートワークなんですよ、はい、えと思ってやべえこの人とちょっと思っちゃったんですよね <laughs> でこれえすごい人ですね そのプロデュースの人知り合いなので話したら「いやそうなんですよ」ってニヤニヤしてるんですよどんな人かなと思って会ったらめっっちゃ綺麗なお姉さんやったんやたですすよありがとうございましかも今日のねお話ししてるの今対談ですけど普通の格好普通の格好っていうか。<laughs> 綺麗な格好ですいやいやとっくりは来てません酒のとっくりで来てんのかなと思いましたけど <laughs> そうじゃなかったっていうねははい、はい。なんでお酒なんですかちなみに私お酒ですからなん、はい、でお酒かなんで日本酒の番組を始めたももしかなんでとっくりかあもうなんかどこからでも OK ですなんで,、はい、で酒なんやろうって思ったのが私の中の正直なまず第一印象というか感想です なぜ酒かはそもそもお酒大好きなんですよね <laughs> でその中でもやっぱ日本酒を飲む時に「はい、いやともちゃんいい顔するね日本酒飲む時特にいい顔する」とか「を一しそうに飲むな飲みたくなるな」みたいなことを言われてて、はい、あ確かにすごい好きかも。 うん、っていうのを周りの人からそういうことを言われるようになって自覚し始めて、はい、でそんな中であのまあ日本酒のイベントを去年1月にやった時に、はい、月とはいえ銘柄とか全く詳しくなかったので酒屋さんに行っていろいろ聞いたんですねおすすめはって。そそしたらその1本のの本お酒がでできるまでの ストーリーリを教えてくれたんですよね、はい、あの例えば3.11の津波でもう本当壊滅的な被害を受けた蔵が、うん、もうゼロからのスタートで立ち上がって、はいでまあ、最初は仮設蔵を作ってやってでその後、えー、ようやくこう地元に戻って、うん、あの蔵を復活させたところがあるんだよとか<ー>そういうのを聞いて、はい、まず感動して、うん、でその後に2月になった時にあの私両親が熊本出身なのでこ<ー>ちらに行くことがよくあるんですけど その時もちょうど行ったタイミングでずっと訪れたかった酒蔵さん花の花酒造さんというところに行って、はい、まあちょっと取材も兼ねて話を伺わせていただいたんですが、はい、その時にまた六代目の神田さんという方が蔵元さんなんですがやっぱりもう経営難のところからお父様から代を引き継いで、うん、どうするんだってもう暗闇の中さまよってた時に。 獺祭で有名な山口県の朝日酒造さんに出会って<ー>修行をして、はい、もうガラッと経営方針とか作り方を変えて自分も作りに入っていって経営だけじゃなくて、はい、でも,、うん、もうそまさにゼロからですねもう一回立ち直らせて今、うん、すごく熊本では人気の酒蔵さんになってるんですけど<ー>まあそこまでの人生の、まあ、いろんな経験ですとかあとその方はやっぱりまあ どの酒蔵さんもそうなんですけど土地への愛がすごいんですよ、うん、神田さんは土地を醸すっていう表現をしてるんですけども土地を醸すそう日本酒ってその土地の水とか、うん、あと あの季節の気候風土ですね。うん、でお米でできているわけで、その土地を表現した飲み物なんだから。うん、だから僕はちょっとお米作りからやりたいから、しかも自然栽培でやるならっていうところで、<ー>今はもうお米作りからやって、その土地全部を表現した一本っていうのにこだわっているんですよ。だ、はい、らそういうの聞いたらもう痺れてしまいまして私はもうなんかこうちょっと魂が震えるような感覚に、うん、その時感じて、はい、これは日本酒好きだけれども。 こうなんか美味しい飲み方とかいろんな製法とかそういう伝え方もあるけど、うん、私はその作っている人の思いとともに日本酒美味しいよもっと味わい深くなるよっていうのを伝えたいなって思ったので、うん、ま,あまず酒が好きだけどもその人に惚れ込んで、うんうん、で今酒の番組をやってるっていう流れです。はありがとううございまますすす魂ででねね、ま、さにいやそうなん 好きっていうのもまあ確かに大事だし伝えていきたいって気持ちがあるけれども、うん、それ以上にその一本をね、うん、作るにあたっての、えー、その酒造さんの蔵元さんの思いとか、うん、努力とか、うん、見えない部分での苦労とか、はい、そのあたりが全部こう山口さんの中に伝わってきたってことですね。そういういことなんですはーなんか今聞いててね 飲みたくなりません。でしょ、皆さん <laughs> 飲みましょう。<laughs> でね、ちょっと思ったんですよ。まあ私実はちょっとお酒飲めないんですけど、うん、でも今聞いてて私でもうわ飲んでみたーって思いました。あ嬉しいです。うん、いやそれはやっぱ伝え方がうまいっていうのもあるんだろうなとでも、ね。嬉しいことに番組やってたらやっぱりそのお酒を飲めるけど日本酒はあまり飲まなかったっていう人がう番組聞いてたら飲みたくなって<ー>飲んだら美味しいじゃんって。 ハマっちゃいましたっていう声を、うん、それはツイッターでいただいたんですけど、はい、そうやっぱそういうのを聞くとあ良かったって思いますね。うん、いやほんまやね、嬉しいですよね。い,いや今コロナ禍っていうのもあって、うん、結構飲食店、まあ、特に私たちが住んでる東京って緊急事態宣言も延長になりましたしね。でそうすると飲食店に日本酒を 出せなななななないいというか、うん、なかなか出なくなるじゃないですかでそうすると野菜とかでもよく「何々が余ってますキャベツ余ってます」とかって言いますけど、うん、やっぱお酒とかも同じような状況になってるんですかね。うん、そうなんです、ね、やっぱり、うん、あの坂村さんに伺うと、うん、やっぱり、ね、かなりね売れないんだよねっていうことはおっしゃってるからかちょっと新しい展開を考えていかなきゃなっておっしゃってますね。ややっぱりそうなんですね、うん、ただ一方、うん、いや 実は逆にプラスになっててっていう蔵もあって、そこは E. C. サイトですね。はい、あ、ここにかなり力を入れて、ブランディングもしっかりされてて。うんうん、で、家の身が増えたので、逆に注文が増えてますっていうところもあるので。うんうん、やっぱり本当に蔵の方によって、いろいろやり方によっては。ね、だいぶ違ってるんだなって思いました。ああ、なるほどな。まあ、そうですよね。うん、いや、すごいな。E. C. サイト、確かに、まあ、そうすると、その。 まず、山口さんの酒魂を聞きます。プロセス飲みたくなります。あ、そうだ。酒買おう。近くにコンビニがあって、そこで扱っていればコンビニで買えるし、買えないなと思ったら ec サイトそうですね。お酒の名前で検索していただく、もしくは酒造さんの茶名で検索していただくと出てくるかもしれないです。です。です。よし買おう。 いいじゃないですかこれ飲む人もね。そうなんです。だから番組聞いてあすぐに注文しましたっていう感想もいただいたりして嬉しい。じゃすごいじゃないですか。ありがたいですよね。ええやっぱりじゃその番組っていつから始まったんでしたっけ？えっと去年の6月からスタートしました。ほやほや番組。はいはい今何回まで行きました？だい今ですね何回だっけな46回ぐらいまで行ったんじゃないかなと。めちゃめちゃ。今その一回あの聞くのに一時間ぐらい。 インタビューして、それを四回ぐらいに分けているんですね。ああ、なるほど。なるほど蔵の数としては十一蔵ですね、うん、今。いや、でも、すご。そうなんですよ、なんか、嬉しいですね、そうやって、また、人脈も。坂倉さんと広げられて。はいうん、ですよね。だから、これから、ちょっと、それを、せっかく広がったので、うん、もうちょっと、その。ね、蔵本さんにも、プラスになって、リスナーの方も嬉しい。うん、何か、その、おか、お酒が、もっと循環する仕組みを作りたいなって、今。 っ思ってて、まあ、や<ん>まだちょっともやもやしてますがお<っ>形にししたいいですいや,やってほ、はい、それがやっぱり消費者としてもそうだし倉本さんとしてもそうだしもちろん山口さんにとっても。 みんななハッピーになりますねとコンビニとも何かタッグ組めたらいいですよねそうですね,ね中には、ねまあ、日本酒ではなかったりするんですけど、うん、お酒のコーナーを充実させて、うん、で選ぶ楽しみをお客様に感じてもらおうっていうお店もあったりするんですよ。えー素敵 はい、みんながみんなねなかなか自由にそういうわけにはいかないっていうこともあるんですけど、うん、でもねもっともっと私も今コンビニ業界もっと良くしていこうっていう中で、うん、そういったちょっと自由な競争というか、うん、その商品展開がねできるようになってきたら。 いいなあみたいなのを思ってって、そうするとコラボできるようになるなあと思うんですよ。すねうん、ぜひ一緒にやりたいですね。やりたいですね。盛り上げたいですね。はい。これちなみにもしじゃあこの今ラジオを聞いてくださっている方で、うん、倉本さんの方がいたらぜひ山口さんにご一報いただきたいんですけど、どうやったら山口さんにたどり着きますか。えー、どうしましょうね。うん、えインスタ、ツイッターなどやっておりますが、じゃあはい。インスタ、ツイッター本名でやってらっしゃる。えっと。 名のせあのそれツイッターの輪は載せてますねうん、うん、はいじゃ山口智子さん山口さんは山口県の山口です、ね、はい智子はあの汁の下にひにこつまり女優さん<っ>女優の山口智子さんと字も全く一緒ですそりゃどっかで見たことあると思ったそうなんですよ <laughs> なので覚えてください、はい、こん山口智子もいます。<laughs> <laughs> 素敵なお酒好きの山口智子さんでございます <laughs>、はい。はい、ありがとうございます。じゃああのせっかくコンビニラジオなので、まあ、今そのお酒もね。コンビニで調達する方も結構多いですし。しまあ、ちょっとコンビニの話、もう少しだけさせていただきたい。というか、お付き合いいただきたいんですけど。はい <laughs> 山口さんコンビニ行きますかもちろんです一日どれぐらい行ったりとかします一日どれぐらい,いでも一回は必ず行くようなスペースかなそのね一 1>,、うん、1年間平均で見るとヘビーユーザーな感じで,で,すですありがとうございますなんかこういうのを買いに行くよみたいな使い方って主にどんなものですか、うん、私は結構水を買うことが多くて、うん、あの仕事の というのはしゃべる仕事をしててうん、うん、水分を多く取ろうっていうのは心がけていて、はい、水ですねなんですけど、うん、飲み物の中でも<水>なので絶対コンビニによって買って現場まで行くっていうのはなんかルーティーンのようになっていて一番買うのは実は水ですね今ふ、うん、と思うと。うんうんうん、おさすがやっぱりり飲む水にもこだわ 水なら何でもいいんですが常温がいいですねでもああやっぱりそこは喉にそうだから常温で置いてあるところもあるのでコンビニによってはそうそうそう最近ねそういう気遣いをしてるお店結構増えてきましたよねそうあれはありがたいですねんか私たちねコンビニにいてで納品されてくるんですよ箱で水とかがそうするともういきなり冷蔵庫にガンガン入れていくウォークインって言うんですけど冷蔵庫にぐんン入れていくので冷やすもんだと思ってるんですよそうかそうか でもよくよく考えたら例えば今のようなお仕事をされていて喉を大切にしたい方は常温がいいっていうしうん、うん、あとは、まあ、今は冬ですけど夏場で冷えてる方とかにあんまりその冷え切った水を提供するのもちょっと大変だってことであえて常温を展開してるお店が最近増えてきたんですよね。うんうん、あもっと増えてほしいです、ね。あまとうけにいかないんですけどここやっってて工夫をるよ なんか常温の水をねこう買いたいっていう方がもっと増えてくるかもしれないですしね売り上げにつながるかもしれないから、うんねうん、ぜひあの常温のお水をもっと皆さん展開していただきたいと思います。そんな山口さんなんですけどもあっという間に時間も経ちましてコンビニで働く人とかコンビニが大好きな人、まあ、コンビニで働く人とか経営者の方に向けてっていうとあれなんですけど。うん ちょっとなんか一言こう応援メッセージをいただきたいなと思うんですけど、はい、そうですね、なんだろうなこんやっぱり本当に身近にあるものですよね、で便利だし、うん、今ね、いっぱい大変なことはあると思うんですけども、はい、働く面でも、うん、も,もろもろで、ね、でもやっぱりなんか少なくなっていったりとかなくなったら絶対嫌なもののもうトップに入るので。はい もうね、本当に密着してますから生活なのでやっぱりあるとほっとするというかなんかねこうやっぱり癒される部分もすごくあると思うので,でしかもやっぱり店員さんによってこうなんなななこっちの気持ちも明るくなる。 時があります「うわーこの店員さん素敵だなまた来よう」とか「うんうん、あなんか今日も頑張れる」とかついこの前もあったんですけども<ー>そのあのレジの時にから揚げを買う時のやり取りでなんかちょっとほっこりして「うん、あなんかいいおばちゃんだな」と思って、うん、また寄りたいなって思ったりもしたので、えー、なんかそういうコミュニケーション一つでもお客様がすごく癒しになるとか喜ぶ。 もののになると思うのであのやっぱり明るい接客はもちろん基本だと思うんですけどもなんか声も、まあ、あの口角上げてにっこりしながら言うだけでも声の表情明るく変わるので<お>もうぜひあのその辺もあのなんとなく頭に入れながらやっていただけるともともとねあのいいんじゃないかなというかこうみんな生活に密着している我々ねあの消費者にとっても、うん、あのすごく元気になる。 存在の一つだと思うのでもう頑張ってくださいというところですあ,ありがとうございます本当に、うん、そうなんですよね今お店なのでマスクをね、うん、つけてる方がほとんどだと思うんですけどそれでもやっぱり表情って大事ですよね口角が上がっているとありがとうございましたって最後明るくなるじゃないですか、うん、そうなんですよでも下がってるとありがとうございましたってなるじゃないですかそうん、ですねも 結構重要じゃない重要なんですよ。って思うんですよ、はいうん。今の話はすごくシンプルだけどめちゃくちゃゃく大大事ですすねうん大切だと思います、はい、今のぜひお話聞いていただいてあもしかしてあんまり自分口角意識してなかったかなっていう方がいたら少し意識をしてみるだけで変わるかもしれないです。はい、はい そんなねお客様の人生を変えるお仕事をされているコンビニの皆さんに私もこれから本当にもう応援していきますのではいということで山口さん、はい、今日はありがとうございましたありがとうございましたはい改めまして本日のゲストはフリーアナウンサーの山口智子さんでしたありがとうございましたありがとうございます楽しかったですありがとうございますコンビニ社老子安早香のウィークリーコンビニラジオ ギノアンヒルズ通り命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てねあなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャージです 《「クリアアップチッズ」》「ムービン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 引っ越しするならムービング・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 県内・県外・ムービンお部屋の片付け荷物の預かりムービン沖縄引っ越しセンター」「0120497755」「ムービング・沖縄」で検索 君の心に溶けた手作りのおみそをシフォンケーキで優しく包む「菊みそ加工所夢湖泡」みそ屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の野あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたい。 そんな願いを叶えます。電話番号は八九二八六八八。安心事前のご相談は葬儀社新家へ。交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま五十八号線沿いの大型ビジョンで。あなたのお店。イベントなどなど、PR しませんか。お問い合わせは。レイ四五六七レイ七六四レイ。ぐすくまタウンビジョンまで。 コンビニシャローシ安さやかのウィークリーコンビニラジオはいフリーアナウンサーの山口智子さんとの対談お届けいたしました皆様いかがだったでしょうかいや本当に素敵なね方ですよねいや私は今回対面でお話しさせていただいたんですけど初めてその時にお会いしたんですよオンラインでは何度も 多めにかかってるんですけど初めましてって感じがあんまりなくてでも初めてちゃんと会ってお話をしてなんかすごく魅力がまたさらに伝わってきました、まあ、彼女はフリーアナウンサーさんですので今あの対談の中でもお話をされていた通り日本酒が好きっていうところから倉本さんのお話を通じて、まあ、それを聞いて いろんな思いを受けてもっともっと応援していきたいという気持ちから「まあ、酒魂」というポッドキャストを始められているんですけど、まあ、そちらをもっともっとより良いものにしていくっていうことで2月8日から山口ささんクラウドファンンディングをスタートされるそ,うですでそのクラウドファンディングキャンプファイヤーでサイトがもう作られていましてで2月8日から実際にスタートしていかれるということなので。 山口智子さんの名前で検索していただくとキャンプファイヤーの中に出てくるのかなと、はい思われます。どうでしょう。ちょっと私もですねまだちゃんと検索してなくてでもあのお気に入り登録にしているので始まったら通知がいくようになってるんですけどいや非常に楽しみだなって思ってます。ぜひ皆様も気になる方がいらっしゃいましたらあと日本酒がね好きな方がいたらぜひ一度 見ていただけたらなと思いますし倉本さん知ってるよってこういう日本全国のこういう日本酒の酒造メーカーさん知ってますっていう方がいらっしゃったらですねぜひお知らせいただけたらありがたいですまあ、こちら私にお問い合わせをいただいても構いませんし山口さんに直接ねあのご連絡いただいても構いませんし彼女ツイッターとかもやってますのでぜひ お知らせいただけたらなと思いますはい、ということでフリーアナウンサー山口智子さんとの対談お届けいたしましたさてさて今日は番組の最初から声に関するお話まあ、クラブハウスの話を最初にしてきてでその後山口智子さんとの対談をお届けしてきたので今日は声での情報発信についてのお話を続けていきたいと思います 私のお世話になっている方なんですけども株式会社声ラボ代表取締役の岡田雅宏さんといいいう方がいらっしゃいますこの方何をされている方かというと社名に「声ラボ」と書いてある通り声で思いを伝えるいわゆるポッドキャストつまりネットラジオのプロデュースをされている方なんです。 でこの岡田さんが今回「ポッドキャストマーケティング」っていう本をですね出されてるんですね。で私自身ポッドキャストは10年ぐらい前にある方とそのポッドキャストの番組で聞いていた中に公開収録っていう話があってでそれがきっかけでその門戸をこう開いたというか。 あの門を叩いたというのがきっかけだったんですけどそこから10年ぐらいずっといろんな番組を運営してきました。でこういった FM 局と少し違いがあって自分の好きなタイミングに好きな内容を、まあ、ある程度ね好きな内容を好きな時間お届けできる媒体なんですよ。でもポッドキャスト自体は それこそ何十年も前からツールとして存在してたんですけどちょっと配信方法が難しくてなかなか参入が厳しかったっていう背景があったんですね。でそこに目をつけられた岡田さんがいろんな専門家の方の情報発信を支える、まあ、プラットフォームとしてポッドキャストを選びでそのポッドキャストで自分の情報を発信したいとか思いを伝えたい。 で、そこから、例えば新しい仕事を得られる流れを作りたいと言った方々のお手伝いをですね、されている。そういう動きがですね、最近私の周りでものすごく加速してます。で、岡田さんは、本当ポッドキャストのプロデュースをされている方の中でも、おそらく私が知る限りですよ、日本一のプロデュース力、噛んじゃった。 プロデュース力をですねお持ちなんじゃないかなって思ってます正確な数はちょっとわからないんですけどだいたい70以上の番組をプロデュースされてるそうですねいやすごいですねたくさんの方の番組のお手伝いをされてますでこの声で思いを伝えるポッドキャストマーケティングという本の中でもいくつかその番組の一部がですね紹介されてましてもうなんかいろんな いろんんな方のでですすね番組をサポートされてるんですよ例えば話し方まあ先ほどのね山口さんのようなお知り合いの方ですけどあの話し方の話っていう結構たくさんの方がダウンロードして聞いている番組話し方の番組だったりとかシンガーソングライターさんの番組とかあと英会話とかなんか面白いあと心理学とか。 まさっきの酒蔵トーク酒魂さんとかあとはなんか面白いもので言うとワンちゃんワンちゃん系のですね番組だったりとかあとはなんだろうな,なんか占いとかなんかもう本当いろいろあってですねで実は私も去年あの岡田さんがクラウドファンディングをされた時に なんか七回か八回の番組をプロデュースしますとかっていう権利を買わせていただいて、で私もいずれというかまあ近いうちに始めたいなと思ってるのが五分でわかるコンビニローム Q&A という番組をですね始めたいなと思ってます。でこれは私が月間コンビニで連載をずっともうしているんですけど。 Q&A でわかるロームトラブルこんな時どうするっていう連載があるんですね。で毎回のようにあのお店でトラブルが起こってその解決策とか予防策をお伝えしていくんですけどそれを声で伝えるっていうものを作ってもいいなと思ってそれでポッドキャストのご相談をさせていただいたただんですよちょっとね忙しすぎて全然それが進まないというかなんか。 なんでしょうね、やっぱりちゃんとポッドキャストともなるといろいろ戦略的にやりたいなって思いがあって原稿を用意しなきゃってなってるんです自分の頭の中で。でもその原稿を作る時間がなかなかなくて、まあ、一応ベースは月刊コンビニの連載の内容なんですけど。 まあそれを最新情報に書き換えたりとかもっとコンパクトにするっていうことをやらなきゃいけなくて結局ですねなかなかまだ1回目終わったんですけど配信がまだスタートしてないっていう私がもっともっとその番組を収録しないとですね配信できないようになっちゃってるんでちょっとなんとか頑張りたいなと思ってます。まあ、どうしてもこちらのコンビニラジオがね 優先的になってるんで、まあ、ちょっとねこっちはあんまり原稿用意してないので私の今空でねどん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 喋ってるんであんまりなんか綺麗な話し方できてないと思うんですけど、まあ、そちらのポッドキャストはもう少し綺麗な話し方をねしていきたいなって思ってますでこのポッドキャストマーケティングの本ですねもしポッドキャストとかラジオ、まあ、もしくはクラブハウスもいずれそういう本が出てくると思うんですけど そういういいのやりたいなーって自分で番組持ちたいなーっていう方にはすんごいぴったりの本になってます、えー。日本地域社会研究所さんというところから出ている本でアマゾンでも買えますしあと本屋さんにも並んでいるということで私ちょっとまだ本屋さん見られてないんですけどアマゾンとかではねあるので是非見ていただきたいですね。でどういううい話かっていうととすごく簡単にお伝えすると ま,あまず最初にビジネスの基本的な仕組みというところから入っていきます、まあ、これはどういうことをやるにしてもまずビジネスとしてこのポッドキャストを捉え,捉えるのであれば、まあ、とても重要ですよねっていうことで、まあ、購買プロセス、まあ、この辺なんか中小企業診断士さんとか、まあ、店舗経営されてる方にとってはですねとっても重要な「アイドマとか「アイサスとかね。でそういうい のとあと SNS 時代の購買プロセスとしてクリープというものがね流れとしてあるんですけど、まあ、そういう話から、えー、と実際にフロントのねこうなんかフロントエンドとしてまあポッドキャストを用意するっていうところでなぜこれから音声メディアが大事なのかっていうこととか、まあね、YouTube とかの動画配信もすごく人気がありますけど。 まあ今年はもしかしたらもっともっとそのクラブハウスも始まったことですし動画配信以上に音声メディアがもっと流行るんじゃないかと言われています。でその中でのポッドキャスト、まあ、ポッドキャストはですね本当にあのいつでもどこでも聴けるとかダウンロードしてから聴けるのでインターネット環境がなくてもダウンロードさえすればその番組を何回でも聴けるとか。 バックグラウンド再生って言ってスマートフォンとかで操作を例えば Facebook とか Twitter とかの操作をしながらポッドキャストの音声も同時に聞けるとか YouTube でも最近ねバックグラウンド再生はお金を払えばできるようになってますよねあと広告もね特に入らないので途中で何か遮られるっていうことがない、まあ、これはラジオとの大きな違いでしょうねはいそれからえっと最近ポッドキャストも なんか昔すごく難しかったのが最近アマゾンとかスポティファイとかいろんなところがポッドキャストに参入をしていてですごく聞きやすいようになってきているということからリスナー像が期待できるとといったようなこともあ,るようですあとは音声で発信するためにはどんなことに気をつければいいのかっていうその内容だったりあとはトーク形式それから構成そして機械とかどういう機材を用意すればいいのかとか。 そういっったことも、ね、入ってます、まあ、あとジングルとかねそういう BGM とかそういう話とかもねいろいろとアドバイスが入っててすごくね具体的なんですよ。でこういうラジオ番組とかでも、まあ、ジングルって言ってねあの私はいつも自分であれ作ってますけどジングルを作って番組っぽくしてますけども、まあ、そういうのもねポッドキャストではもちろん可能ですよっていうことで,であとは作ってしまえば終わりっていうことではなくて。 ちゃんとそのポッドキャストを作った分どれだけ多くの人に聞いてもらってでそこから先の行動につなげてもらうかっていうことが大事なのでじゃあ作った後何をすればいいのかとかそういったこともね書いてあります、はい。あとは音声発信に不安がある場合の解決策とか、うん、なんかネタが尽きてしまわないかなとかそういう不安にもお答えしていますね。いや非常にです,、ね、すごく充実した本で ページ数でいうと、まあ、そのプロデュースした番組のご紹介も含めると大体175ページありますなので本当にあの単行本として読み応えがあるかつすごくあの具体的で面白いのでちょっとでも興味のある方はねえっ、ー、と価格が本体1600円で、まあ、これにプラス税がつきますぜひ、まあ、一度ご覧になっていただければなと思います まあ私も早くですねコンビニローム Q&A をなんとか進めていきたいなと思ってますいや時間が時間がね結構やりくりが大変ですなのでなかなか大変ですけどまあお互いねほんと頑張っていきましょう <laughs> 何の締めなのかよく分からなくなってきましたが えー、音声メディアポッドキャストについてのお話でした。で岡田さんですね株式会社「声ラボ」というところで声はひらがなで「声」ラボは「カタカナで「ラボ」株式会社「声ラボ」もしくは「岡田さん岡田正宏さん」「正しいに」に、えー、うっかんむりみたいなのがついたひろしさんの披露ですね。岡田雅宏さん検索していただくと ページが出てきますので、まあ、そちらからご覧いただいた上で何か気になることがありましたら私もしくはもう片さんに直接お問い合わせをいただければ幸いです以上ポッドキャストについてお話をしてきましたコンビニ社老子安さやかのウィークリーコンビニラジオ さてウィークリーコンビニラジオ第78回の放送もいよいよ終わりの時間が近づいてまいりました本日も1時間お付き合いいただきありがとうございます朝朝じゃないクラブハウスからポッドキャストまでまであとそしてラジオですねいろいろと今日は声に関するお話をお届けしてまいりましたけれども皆様いかがだったでしょうか、まあ、私が結構こういう感じでね喋ってますのでまあほ音声メディアって もうこれからもっともっと進化してていくと思ってますでよくこのラジオでもね FM 技能湾で毎週金曜日の1時から放送されている新里哲也さんが双方向のコミュニケーションの場をもっともっと作っていきたいってお話されててでコミュニティラジオの可能性をすごく追求されていますよね。 で私もそれはすごく共感しているところがあってやっぱりラジオはラジオでいいところもいろいろあるよなと思うんですけど、まあ、やっぱその時間になななっっっったら聞けるる楽しみっててていいうのもあるんじゃないかなって思ってますで私自身のこうやってもう1年半近くですかね、うん、ラジオをやってきて、まあ、ほんと新里さんとまた梶英樹さんの手ほどきがあってこうやって毎週毎週番組を お届けできている、まあこれは FM ぎのわの皆さんのおかげでもあるんですけども、でそれを聞いてくださってるリスナーの皆さんの顔がね、やっぱもっともっとこう見えていけばいいなっていうのをすごく実感しております。まあ、ポッドキャストだとなかなかもっともっとねそのあたりは見えにくくなってくるので、なんかうまくクラブハウスとこう連動できないかなとかっていう新しい新しい可能性を生み出していきたいなと考えております。 でもねやっぱりなんか若い人とか、まあ、著名人の方々がどんどんその新しいアプリに流れていてでさっきも聞いてたんですけどまあなんか本当に身近,な身近な距離にですねそういう方がいらっしゃるわけですよ。ね、やっぱり普段の会話とそのテレビの会話って違ったってたりして。 で結構そのテレビじゃ言えないセリフとかをガンガン言ってたりするのもねすんごく面白くってなんか聞かせていただいておりますがいやーなんか本当時代が今ですね大きく変わりつつあるなーっていうことを思っているので、まあ、この波に乗らない手はないなって思ってますね。まあ、のコンビニの皆様も コンビニが大好きな皆様もぜひ新しいものはねなんか流行りに乗りたくないとかじゃなくてなんか今どういうあのブームが起こってるのかなっていう新しいその経済活動の、えー、とマーケティングという目的も含めて積極的にそういった新しいものにチャレンジしていただくのがいいんじゃないかなって私は思ってますのでぜひ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 やってみてください。 ということで、ウィークリーコンビニラジオ、パーソナリティを私、コンビニ社労士の安さやかでした。それではまた来週この時間にお会いしましょう。